はい、どうもこんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション4のザ・ラストオブアスパート2の実況プレイをやっていきましょう。WLF を追って病院に向かってるエリーなんだけど、まさかのね。また一人だ。一人逃した。スカーの奴らと戦うことになるっていう。で、スカーの奴らも WLF と敵対してるような感じなんだよね。だから三つ巴の様相になってるっていう感じ。今一人葬って騒ぎを起こしたところで一体近づいてきてるよね。どこにいる？聞き耳だったらこの範囲だと届かないか。どっかにはいるんだよね。さあ、あの木の向こうかな。いた。ダメか。一人逃した。2発目でなんとかヘッドに入れた。これヘッドの判定おかしいことがあって、ヘッドに入れたつもりなのに敵が死んでないことあるんだよね、たまに。回り込みながら立ち回ろう。ここに来たことバレてないでしょ。牛向こうに行く。残念だったな、俺はこっちだ。うねうね動くな。ケツに押し込んでこ。俺の場所分かってないのかな。ちょっとたくさん撃っちゃったけど、草むらが邪魔だったと言い訳しておこう。まだいるかな。別に、おっと、待って、行った。どこ？2階か。スナイパーだな。ここにいることバレてる。さあどうしよう。回復入れたいけど、あそこだな。あれ？あ、覗いた。さらば。正義の瞬間が貴様の胸を貫いたな。ま、じっくり眠ってくれ。アイテムないかな。だいぶ銃使っちゃった。何？どこだ？リロードだけして次の戦闘に備えよう。裏から回るか。この建物の中に入らないといけないよね、多分。次は攻め込んでいきましょう。どこかからか入るルートがあるはず。正面以外に。正面から入っても蜂の巣だからね。上にいる。上か。周りの物資を探っていこう。この辺に死体が転がってるはずだから。敵どの辺にいる？うわ、見えなくなっちゃった。あっ、回復がある。ありがてえ。回復イットちょうど使おうかと思ってたところに出てきてくれた。いないな。どこかからか2階に上がる階段があると思うんだけど、どこだろう。奥の方かな。足音立てたらやばいかもしれないけど、ずっとしゃがんで歩いてるわけにもいかんだろう。ここにそろそろ一つぐらい爆弾仕掛けてるかな。後ろからバック取られたら嫌だから。
ちは、うん、ここは前回最後の方で来たところ。さあどんどん上行く。立体駐車場みたいな感じだね。いた、見たところ、あとはあいつだけかな。まだ上ある。さらば、歩き速度強化は相当使えるねこれ。歩き移動速度強化しないと。どこだ、私はウルフじゃない。なんで爆弾に引っかかってねえんだよ。え、どこにいる。あそこか、なんか今見えたわ。あれ、他にアイテムは。ここで一人放ってる。こっちからも行ける。あ、こっちからも来れたんだね。屋根伝って。ここも危ねえかもな。爆弾一個仕掛けとくか。あ、上から来る。上になんかいるわ。あれ、なんか見えたような気するけどな。幻覚か。あまりの恐怖な幻覚を見せるか。どこにいる敵。姿形もないけど。あ、アルコールだ。欲しいな。クラフトしとくか。できるかな。物いっぱい。できない。敵どこにいる。近接武器あるからアグレッシブに接近していくっていうのもありだけど、あ、これ来たところだ。さらに上に行かないと。じゃあこれ投げて、これ拾ってこう。明らかにもう上しかないだろ、敵いるとしたら。いた、ここにいますけどね。死ね。よっしゃ、ストライク。決まったな。まだいるかな。まだ上ある。もういない。結構進んだな。マジ行かれてる。これどこに出た。きっとトミーはもっとうまくやってるよね。はいはい、こっち側行くと戻るでしょ。立体駐車場の中をねじろにしていたかこいつら。だが、お前らの遺品はすべて俺が大事に使っていただく。おっと、持ってる持ってる。持ってる持ってる。他には何もないか。当たれるものはすべて当たって。こんなところか。お、一番上の階もある。この立体駐車場自体には何もなさそうか。建物の中だけ覗いて。ここは非常階段だね。階段使うルートか、普通にスロープ使うルートか、選びながら上に来ないといけなかったってことだね。よし、では進んでいこう。なんとかこの立体駐車場のスカーを制圧することができたから。この上とか登れるかな。けど草木が茂ってるところって登れないっていうイメージだから多分いけないよね。他にもアイテム特になさそうだし進んじゃうか。病院だび近づいてる。どこだ、見えるかな。こっち行けばいいんだよね。よいしょ。危ねえ、またスタックするところだ。めっちゃスタックするからねこれ。この辺の建物では一回スタックしてなぜか転落死になったことあるから。まだいる。どこ、どっから湧いてくるわけ。ス
スナイパーかな。見通しの良さそうな建物あるけど。よそ者でーす。どこにいるんだ。あ、見えた、あそこだ。鬱陶しい奴ら。煙幕巻いてみるか。あ、3人いるな。それにしても数が多すぎるな。集結してる。落ち着け。奴らのことは見張ってる。今日疲れることはない。3人、4人いるか。4人いる。あのお方が導いてくださる。あのお方って誰？はい。いささか強引だけど。いたぞ、車の近くだ。バレてる。ダン。奴を逃がしたよ。さあ逃げていく。めっちゃ強引に攻めてる。あ、回り込んでるな。しっかり確認しながら行かないと。やばい。やべって。わ、こいつは強っ。攻撃受け止めてくるし。あ、なんか今のちょっと腹立ったな。ムカつくから火炎瓶でもう焼き尽くすか。敵襲だ、向こうからだ。やばい。もう地獄の豪華で焼かれてもらったわ、奴らには。いって、何体いるんだよ。おめえらがクズだろうが。いった、ダメージでかいな。矢刺さって抜かないと。見つけてやる。すげえ強引に来てる。見つけた。この野郎が倒したかな。確か全部で4体いたよね。やっと片付いた。多分高難易度だったらこういうのは無理なんだろうな。こっちの方が耐久値高い。こっち持ってこ。死体あさってアイテム取らないとな。小殺したやつは何持ってる。あれ、小殺したやつらこの辺りにいなかったっけ。火炎瓶投げてどっか行っちゃってる。あ、野田打ち回ってここまで来たのか。うわ、跡が炭になってる。こいつが歩いた跡が。これ炭だよね多分。人間が燃えた後の。ざまみろ。で、俺はどこへ行けばいい。街の中に入っていけばいいのかな。さすがにあれだけ敵の数が多いといちいち指でエイムしてる場合じゃないよね。うん、こっち側入っていけばいいんだ。よし、では行きましょう。病院もだいぶ近づいてると思うんだけどな。スカーの奴らが出てきてからもうだい、おお、危ねえ。もうだいぶ歩いたでしょ。よいしょ。危ねえ、今落ちるところだったんだけど、普通に気づかなかったわ。お、コーヒー屋、物資ありそうだね。どうぞ置いてこ。ここからはどうなんだろう。 WLF よりも人間が出てくるのかな、敵。あ、テープがないんだ、作れない。ハサミあるからこれ欲しいけど、他の物資がないと取れないな。うわ、生回復だ。回復キット作ったの、使ったのもったいなかったかな。こっちは落ちると死にそう。
これ下にも行けんのかな、そのうち階段か何か使って。結構物資が豊富にあるかと思ったけど、この砲弾はそんなにないな。使い捨ての瓶とかならあるけど、今使った分の火炎瓶を回収したいところなんだけどね。ただ火炎瓶をポイポイ投げていける快適な難易度だわ、ノーマルは。多分ね、上の高難易度だったらそれは問屋が下ろさないんだよね。こんなにポイポイ火炎瓶投げてったらすぐ物資が枯渇するはず。この大きな建物に入っていけばいいのかな。なんだろうこれ、洋服屋が何かか。ガラス破って入ればいいのかな。この曇りガラスみたいになってるところは割れないでしょ。音立てて、音さえ立てればね、敵がいれば出てくるんだから、音を立てることによっておびき寄せて敵を倒していくっていうね、陽キャスタイルで、用のもののスタイルで殺敵をしていくっていう。急に出てきたら怖いからね。これ商品ないかな。あ、こことかも通れるんだね。普通に敵に見つかったらこういうところを通りながら巻いたりしながらね、敵を立ち回っていくっていうような感じになるかな。これさ、高難易度だったら敵の数絶対増えててもおかしくなさそうなもんなんだけど、こういう通ったりとか、あとかがんで通ったりとかできるようなところとか結構あるんだよね、敵の数にしては、敵の数の少なさにしては。なんだこいつ、ボスか。あ、ボスだね。早速出てきたか。やべえだろ、やつが走ってるぞ。うわ、動きが速い。グエッ、いった。どこにいる。くっそ、なんか鬱陶しいでかいやつがいる。逃げ込んだぜ。他の奴から処理しないと。で、あのでかい奴を相手にする前に他の奴を倒したい。よし、やばい。こいつボス格だよね。こいつをなんとかしないと。死んだかこれ。脳みそ垂れ流し。あー、うぜー、むずい。ボスからかなこれ。こいつボスだよね。死ね。いた。うわ、即死攻撃か。やば。ただこの爆弾を使うっていうのはなかなかいい立場合。どうだ。よっしゃ、倒した。2発ナイス。うわ、すべて来てる。待てよ。よし、ウルフじゃねえっつってんだろ。あとはあと弓のやつ、なんとか後ろから近づきたいけど。あ、投げ物あったな、投げ物使おう。よっしゃ、死ね。うい、このハンマー使えるかな。
これ相当強そう。これやばいでしょ。これ持ってこ。今のやばかった。耐久力低いけど。ストレジャー病院行こう。多分ここ通り抜ければもう病院だよね。こいつやばいな。こいつやばいな。やばかった。大幹部か何かかな。イカデビル的な。それはショッカーか。で、戦闘に入ることによって新たに物資設置されてるでしょ、多分。こういうのさっきまでなかったもんね。これ強化しとこう。これ相当攻撃力高いでしょ、多分。こんなところに落ちてる。ビンだ。あ、さっきも落ちたな、これは。多分サイドロップがあると思うんだよね、敵が出てきたことによって。アイテムの積み防止のために、もしかしたらこのラスアスでもナイフクリアとかやっちゃうボサいるかもしれないけど、アイテムが設置されていると思いたい。つうかさ、生のさ救急アイテム結構設置されてるけど、あいつのハンマー一発食らったら即死なんだけど。回復アイテムより普通に物資を置いてあってほしかったわ。こんなところか、行きましょう。段数多い方持ってこう。ここを通り抜ければいよいよ病院なのかな。ここが出口か。ここ行くとストーリー進んじゃいそう。まずは物色から。結構いろいろあるからね。作業台とか欲しいよね、そろそろ。なんかさ、作業台の数が前作より少ないような気がする。あ、ボスと戦いながらこの部屋の中に来ることもできたな。いろいろ至るところに物資が置いてあって、ぐるぐる回りながら立ち回ってくださいって言ってるようなもんだわ。これ設置型爆弾頼りがいあるな。これ強えわ。敵バカ正直に追いかけてくるから、これすごい使いやすい。今初めて思った。では行きましょう。で、相手を倒さないとこっちには行けないってことが、この押しっぱなし扉があるからね。で、戻れなくなったと。いよいよ目的地は近いか、これ。ここから表に出ると、あ、なんだこれ。まだなんか瓦礫の山が。こっちにも部屋があるのは俺を見逃さない。アイテム？どっちが正しい道だろう。上行くのかな、それとも部屋に入んのかな。こっちが正義のルートっぽいよね。ラスアスってこういうとこ通らせてくるもん。なので部屋の中から入ってく。もしかしたら貴重なものがあるかもしれないしね。キノコ頭もいるかもしれないけど。あ、セリフ入った。ちょっと待って、もしかしてこっち進行ルートじゃない。あ、こっちが進行ルートだったりする。セリフ入った時はちょっと注意しないといけない。こっちが正しい進行ルートの可能性があるから。ハサミ取っておきたいな。何かクラフトできるものあるかな。弓かけど5本あるよね。これはできないし、諦めるぐらいなら、あ、作れないんだ。2本作るうちの1本無駄打ちするっていう手もあるんだけども、テープ使っちゃうのはちょっとしんどいよね。これちょっと保留して反対岸行ってみるか。これ以上上に上がると進行ルートでしょ、多分。じゃあ続いてこっちに登ってみるわ。こっちが進行ルートかと思ったけど、あ、違いそう。普通にこちらが物資天国だったわ。テープ発見。いいですね。まあ、バトハサミがある。そしたら、これはさすがに、もう弓矢一個撃っちゃうか。弓矢一発撃っちゃって、それでクラフトしよう。よし。ハサミがもったいない。ここ飛べるかな？あ。ゲット。飛べ！ういえ、足元崩れた、やばかったけど。よ
し、それでは上に上がる前に今回できるか、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではさよなら。